キャプチャーワンの接続テストをします。使うカメラはニコンの D800 です。起動後ニコンのスイッチを入れます。認識すればこのように、接続されて撮影が可能になります。このようにすぐ転送されます。撮影中に何らかの理由で接続が途絶える、もしくは電源が切れたとします。今接続が切れてます。また再びスイッチを入れます。また接続されます。このように、再接続後またすぐに撮影が可能になります。これがニコンの、とキャプチャーワンの接続の例です。